はようございます。先日の臨床院の講座では臨済前時の目覚めについて話をしていました。臨済前時の修行時代の話であります。岩波文庫の臨済録から入谷義隆先生の現代語訳を引用します。死は初め大幕の門下であったが、その修行態度はひたむきな純粋さであった。これを見た主祖は、この人はまだ年若いが他の者とは違ったところがあると感嘆して、ある時問うた。そなたはここに来てどのくらいになるか。死3年になります。主祖、これまでに和尚に参じたことがあるか。死いえ、まだいたしません。一体何を問うべきかも分かりません。主祖、そなたはなぜ和尚のもとに行って仏法の根本義はどういうものですかと問わないのだ。そこで死は言って問うた。だがまだその声も終わらぬうちに大幕は棒で打った、というところまでを学んだのでした。今でこそ棒で打ったりすることはご法度でありますが、これは一体何を意味するのかということを論じたのでした。臨済禅師は馬祖禅師の教えを継承しています。馬祖禅師の教えに即身即仏というのがあります。これについて小川隆先生は禅師創始講義の中で明確に示してくださっています。即身即仏といっても、仏と等しき聖なる本質が心のどこかに潜んでいるというのではありません。迷いの心を退けて悟りの心を顕現させるというのでもありません。己が心、それこそが仏なのだ。その事実に気づいてみれば、至るところ仏でないものはない。現実体の生き身の自己の働きは、すべてそのまま仏としての本来性の現れに他ならないということなのです。このことを気づかさせるのであります。馬祖禅師のもとに大修会会という僧がやってきました。馬祖は会会に何をしに来たのかと問いました。会会は仏法を求めてきましたと答えます。馬祖は、あなた自身の素晴らしい宝を持っていながら、外に向かって求めてどうするのか。私のところにあなたに与えるようなものは何もないと言いました。そう言われてもわからない会会は、自分自身の宝とはどのようなものですかと問いました。馬祖は、今私に質問するもの、それこそそうだと示しました。すべてはそこに備わっていて、何も欠けるところはない。自由自在に使うこともできるし、それなのにどうして外に宝を求めるのかと言いました。会会はそこで気がついたのでした。無後和尚という方は次のように目覚めました。無後和尚については、小川隆先生の禅師創始講義に素晴らしい現代語訳がありますので引用させてもらいます。馬祖の禅門が盛んであると聞いて、奮宗無後が訪ねていった。馬祖はその怪異なる要望と鐘のような大音声を捉えて言う。堂々たる仏殿だ。しかしその中に仏はない。無後、三条の学問はおおむね極めました。しかし禅門で説かれる即身即仏、その意が未だ分かりませぬ。馬祖、分からぬというその心、それがまさしくそうなのだ。他にない。無後、しからば祖師聖来の密伝とはいかなるものにございましょう。馬祖、そなたもまことにうるさいことだ。ひとまず帰って出直すがよい。そこで無後が一歩外に踏み出した。その刹那、馬祖が出し抜けに呼びかけた。大徳。無後ははっと振り返る。そこへ馬祖がすかさず問う。なんだ、
無業は旗と悟り、そして礼拝した。馬祖曰く、鈍い集め、今頃礼拝などしてどうするかというものです。ここでは分からぬという心が仏だと言われても気がつかなかったのですが、呼びかけられて振り向いたところで、これなんぞと問われて気がついたのでした。他ならぬこの心、この身丸ごとは仏であったことに目覚めたのでした。他にも目覚めさせるための方法はいろいろあります。ある僧が馬祖に聖礼意を問いました。すると馬祖はしたたかに打ち据えました。お前を打っておかねば、わしが司法の笑い者となろうと言ったのでした。これもあなた自身が仏だと最も端的に打つということで示したのでした。さらに手洗い方法もあります。広州の水路和尚が初めて馬祖に参じた時です。祖師聖礼の明白なる意味、それはいかなるものでしょうかと問いました。馬祖礼拝せよと言いました。そこで水路が礼拝すると、馬祖はすかさず一蹴りを食らわせたのでした。ひどいことのように見えますが、水路はこの一蹴りで目覚めたのでした。気がついたのでした。立ち上がると手をたたいて、かかた衣装をして、素晴らしいや素晴らしいや、百戦の三昧も無料の訪問も、ただ一筋の毛先の上で直ちにその根源が見て取れたと言って退出したのでした。この心が丸ごと仏であると目覚めさせる方法はいろいろあるのです。あなた自身がそれだとか、今質問しているのがそうだとか、あるいは棒で打つという直接的な方法もあるのです。棒で打つなどという行為は今の時代には全くふさわしくありません。柳田青山先生は俗純然の時代の中で、勝つと棒は今日から見ると極めて奇境であるが、本来は極めて日常茶飯の道具であった。彼らの棒勝つの意味はむしろその内容にある。問題はそこに真の自己検証があるかどうかにかかっていようと論じられています。極めて日常の道具で、最も端的に示したのが棒で打つという行為だったのです。柳田先生は最も日常的な過剰の茶飯の中に、自己の全存在の根拠に対する最も非日常的な問いかけが潜んでいる。そうした根底的な問いなしに単なる外形だけの謀殺が横行するなら、それはもはや善ではないと書かれているように、単に棒で打てばいいというものではありません。仏とは、仏法とは何か、根源的な問いに対する最も端的な示し方なのです。さすがに臨済禅師も大漠禅師に打たれたのですが、この時はまだ目覚めることができませんでした。どうして打たれたのかもわからずに大漠禅師のもとを去ります。第五章から、大漠はそれほど老婆のような心遣いで、お前のためにクタクタになるほど計らってくれていると言われて、ようやく目覚めることができたのでした。それでは姿勢と呼吸と整えてまいります。まず両方の足で床をしっかりと踏みしめます。この大地に支えられていることを感じて、足に力を入れて、よし立ち上がるぞという気持ちで、お尻を5センチないし10センチほどスーッと持ち上げていって、ストンと下ろします。息を吸いながら肩をニューッと持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろします。もう一度息を吸いながら肩をニューッと持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろします。最初一息息を強く吐き出します。この時にはお腹の底に溜まっている空気も全部吐き出してしまうつもりで、胸に抱えている思いや煩いも全部吐き出してしまうつもりで、口を開いて一息強く
と吐き出していって口を閉じますと、鼻から新鮮な空気がいっぱい入ってまいります。おへその下下腹いっぱいに新しい空気が満ちて、さらに体の隅々まで新しい空気が行き渡っていくのを感じながら、ああありがたいな、嬉しいなと、この思わず微笑みがこぼれてまいります。そんな気持ちでその後は口を閉じて、ただ鼻から息が出たり入ったりする様子を静かに見つめて座りましょう。はい、ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております。